Heaven goes down, 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 down. Gonna take a run on a missile we sent down. Yeah, gonna take a run on a missile we sent. It's a gun down in all time, no million, oh yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. で、ちょっと肩いった。はい、そういうわけで、こんばんは、はじめロックスでございます。さあ、今回なんですけどもね、前回、で、その前、ってことで、3回連続ハノイロックスやったんですけど、今回は、ハノイロックスなんです。いつまでハノイロックスやってんだって話なんですけども、まあ、好きなんだから、しょうがないですよね。はい。というわけで、今回は、ハノイロックスの3枚目のアルバムね、Back to the Mystery City、こちらのアルバムの話をしていきたいと思います。また例によって、これ、オリジナルジャケットね。で、また国内版はジャケットが違うので、多分この辺にジャケット載ってると思うんですけども、で例によってこれもですね、また放題とかいろいろあって、まあ面白いんですけども、このアルバム好きだよね、俺。本当に。うん。個人的に好きな歌がね結構入ってるんですよ。はい。でやっぱりなんて言っても、ハノイロックスのまあ大ヒット曲というか、まあ、一番有名な曲なんじゃないかなと、まあ間違いなく、はい、ハノイロックスの超定番曲ベスト3っていうか、まあナンバーワンでしょうね。マルーンビーチナイトメア、入ってますね。日本では、マルーンビーチの誘惑っていうふうに言ってますね。自分もね、これマリムビーチの誘惑っていう風に最初覚えちゃったんで、このオリジナルのタイトルがマリムビーチナイトメア、そのナイトメアっていうのがね、なんかちょっとしっくりこないんですよね。本当はこっちが正しいんです。正しいっていうか、まあ正式な名前なんですけど、自分もマリムビーチ、マリムビーチ、マリムビーチの誘惑っていう風にもうハノイ知った頃からそういう風に覚えちゃってるんで、マリムビーチナイトメアってなんかナイトメアって言うんだみたいな感じなんですけども、さあこのアルバムはね全10曲なんですけども、まあ1曲目が、まあ、オープニングっていうか、まあ、イントロの短い曲なんで、まあ実質的には9曲かな、うん、非常に曲も少ないんですけども、その分ね内容はいいんですよ。すごいいい曲あるから本当にでね、一番まずオープニングなんですけど、これ、正式なタイトルがストレンジボーイズプレイWeird Openings っていうタイトルらしいですけど、これがまたね、なんともね、こう、テンションが全く上がらないっていう、この、もの寂しげなね、なんだろう、もうなんか初めて来た時、なんだこれって思った。でん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 みたいな、いまだになんか不思議な気持ちになるこのオープニング曲なんですけども、この曲が終わった後、なんだこのこのオープニング、何って、考えた次の瞬間に、でで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 、Can we change way anymore? てん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 て、一緒じゃん。ねえ。まあ、ハウも最高にかっこいい曲ですけどね。はい。そういうわけですね。マリンビーチ、ね。まあ、ハノイロックス、超名曲というか、もう有名な。ハノイロックスは、まあ、マリンビーチといっても、まあ、過言ではないぐらいに。もう代表曲中の代表曲、ね、このアルバムに入ってます。
で、その後のヘッドがメンタルビート。てん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 。ジェン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 。この歌はもうなんか自分の中では超メジャーな曲っていうか、うん、すごい好きな曲なんですよね。はい。で、その後にですね、トゥーティングベクレックって曲がこれあるんですね。トゥーイングベクレック。そう、なんかオープニングが変なんですよ、これね。さあ、この曲もね、大好きですね。で、次なんですよ、次。Until I Get You。これがまたね、切ないんだよね。ほんとね、前回そのメランコリック的な曲みたいな話したんですけど、もう全部ね、この曲詰まってる。メランコリック的でもあり、まあ、哀愁漂ってるし、まあ、ちょっと東洋の香りもあり、また歌謡曲っぽい要素もあり。まさに、ハノイ節全開の曲、Until I Get You。あ、この出足ね、てねねねねねっていう、もうこれでやられちゃいましたね、完全に。この出足ないっすよ。あのロックバンドでこの出足ないっすから。これはやっぱもうアンディ・マッコイ大先生のもう天才的なもうこのセンスの良さですね。もうこれでだけでやられちゃうね。うん、最高の一曲ですね。アンチャイゲっていう、うん、大好きっすね。はい、その次は、あ、ちなみに、アンチラゲっていうね、本だってね、愛してほしい。愛してほしいね。そうね、まさしくそんな感じ。メロディーも。もうなんかこう、もうね、すごい、あのね、なんか、もう本当に、愛してほしい。愛してほしいんだ。何言ってんですかね。ちょっと意味わかんないですけど、まあ、うん、非常に、そんな感じなんです。それ次がですね、Sailing Down the Tears、これね、放題があって瞳の中の影、なんだかよくわかんないですけどね、もう初めて知りましたね、この放題。瞳の中の影って放題つけるほど、そう、あ、そうそう、そんなメジャーな曲じゃないんですよね、放題つけるほど、うん、まあ、自分もね、正直ね、この歌ね、そんな聞き込んでない、曲でございますね。はい、次がですね、ウィックサマーラブ。これはいきなりあれかな。あ、いきなりなんか歌が、テイクテンテン。そう。この曲もね、最初このアルバム買った時は、ちょっと飛ばしてたね。実際。そういうとこあるよね。はい。で、その次が、Beating Gets Faster。これ。これの曲やばいっす、マジ。これもね、まずオリエンタル節全開なんですよ。東洋、もう、もう東洋の香り漂いまくりです。このイントロがもうね、半端じゃないですよ。ウィーン、この、ほら、この歌謡曲、違う、なんか、なんつうの、これ。こう。なんだろう、なんか油絵デカのオープニングで流れそうななんか感じじゃないですか、なんかそういうイメージなんですよ、自分の中では。アンディ・マッコイの、自分大好きな、ソロアルバムがあるんですよ。そこにね、これと似た曲が入ってるんですけど、最高なんです。マジでね、なんだろうな、ほんと。ハノイっていうのはアンディ・マッコっぽい曲。すごい。これ、イントロね。曲始まっちゃうと、歌始まっちゃうと、もうハノイ節全開の曲なんですけど、すごい明るい歌で、もうほんとハノイロックスって感じの、ポップでキャッチーなメロディーで、すごい素敵な曲なんですね。はい。で続きまして、アイスクリームサーマー。これも有名な曲ですね。はい。
これもまあ、Oh, Rotarita! Oh, oh, yeah! Do, do, then, 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 then. そう。初めてこのアルバムを買った時は、ほぼマリウビーツと、アイスクリームサマーのと、あの最後のミステリシティ。この3曲をひたすら聴いてた。他の曲はあんま聴いてなかった、正直。なんかこの3曲だけはこう、パッとこう、耳に焼き付いて、なんか気に入ったんで、ひたすらこの曲ばっか聴いてて、で、後の方になって他の曲聴くようになったんですけど、ね、そんな曲のアイスクリームサマー。それで最後なんですけど、これミステリシティね。自分の大好きな、ベスト5に入る。ハノイロックス好きな曲、ベスト5に入る、曲です。ミステリシティ。これもね、ビデオでね、映像を見た、何のライブだかちょっと忘れちゃったけど、まあ多分、有名なライブの映像だと思うんだけど、これミステリシティ歌ってるんですけど、もうね、そこでのアンディ・マッコのね、弾けっぷりが半端じゃないですよ。ギターね、こうやってやってるからね、もうね、もうね、かっこよすぎて、もうね、ちょっと言葉にならない、本当に。いやー、この曲最高ですよね、本当に。ミステシね。Gonna take a nana, Miss Misty, Nana, Nina, Nana, Nina, yeah, yeah, wow, yeah. というわけですね、今回もですね、全く大した話はしてないんですけども、ただ曲を言ってね、歌ってるだけっていうね、しょうもない動画なんですけども、まあ結果的に言うとですね、今日の注目ポイントはですね、やっぱり5曲目ですね、愛してほしい。この曲がね、Until I Get っていうね、この曲がね、マジで胸を焦がす、本当に最高っすね。この曲とあとその8曲目、切ない気持ちっていうね、これも放題ついてますけども、Beating Gets Faster、この曲目、そして最後のミステリシティ。今はこの3曲がちょっとやばいですね、この3曲のちょっとヘビロテですかね、はい。まあ、そんな感じで、今回ですね、ハノイロックスのバックトゥザミス、バックトゥザじゃない、バックトゥミステリシティね、こちらをお届けしてまいりました。はい、まあなかなかしょっぱい動画だと思うんですけどしょっぱい試合ですいませんみたいなね、新日本プレス の平田淳二のコメントみたいになっちゃいましたけども、まあ今回は、これで終了したいと思います。次回なんですけど、ここまでやっちゃうと、もうこの次のラストアルバムね、2ステップ from the move、 これやらないわけにいかないってことで、まあ、次回は、2ステップ from the move、 ここにレコードありますけどね、このアルバムのお話をしていきたいと思います。はい、というわけですね、皆さんもハノイロックスね、今2021年ですよ、関係ないですから、2021年でハノイロックス聞いても全く、懐かしいねとかね、まあ、そうやって思っていただけるのもありがたいですけども、まあ、リアルタイムでどんどん、今も、聞くとですね、最高にまた新しい発見とかあって、ちなみにアンティラゲっていう何回も言ってますけども、この最近気づいちゃったから、この曲の素晴らしさに。それまではね、そんなでもなかったんですけど、なんか、何ヶ月か前に車で聴いてて、来ちゃったんですよね。いろんな発見が、ね、あるもんですよ。本当に。そういうわけですね、またお会いしましょう。さよなら。Do do 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 do